皆さんこんにちは、公認会計士の小林修司です。本日はインボイスに関する動画になりますけれども、取引先のね相談で、今後社長のね会食は個人のお店でね会食するのはやめた方がいいかっていうところを社長にこう提案しようかどうか悩んでますというようなね相談をねこの間ちょっといただいたんですけれども、これについて少し話をしてみたいなというふうに思います。令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まりますけれども、消費税の仕入れ税額控除といって、売上から仕入れにかかる消費税を引いて消費税を計算していく、そのプロセスの中で、仕入れ税額控除、仕入れにかかる消費税についてはインボイスでなければ仕入れ税額控除できませんよっていうような制度が、大まかに言うと、インボイス制度の内容になります。中小企業によっては消費税の計算についてね、免税であったり簡易課税といった計算を取るところもありますけれども、原則的なやり方をする場合には今言ったように仕入れにかかる消費税というものはインボイスでなければ仕入れ税額控除できませんよっていうようなとこなんですけれども、そこでその会社の経理の方がですね、社長がいろいろ取引先と夜ね会食に行くことが多いけれども、その会食のお金ですよね、飲食代、それについて仕入れ税額控除できなくなってしまうのはいかがなものなのかと、そういうふうに心配されて、社長にですね、これから会食をするときにはお店を選んでくださいと、どこでも行っていいわけじゃなくてしっかりねインボイスを発行している事業者、インボイスを発行している飲食店に行ってくださいというように社長に提案しようかというふうにね悩んでいて、事前にね私の方にそういう相談が来たというようなことがありました。私もですね、事務所を経営したり、法人を経営したりしてますので、やっぱりこう会食っていうかね、そういう付き合いで夜食事に行くこともあるんですけれども、正直ですね、いちいちそこの会社がインボイス事業者かどうかっていうところはお店入る前に、これまで調べたこともないですし、今後もねおそらくこう気にしないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、経理からするとね、やっぱりですね、仕入れ税額控除が経過措置はありますけれども、これまでと同じようにね引いていくことができないとなると、やはりこう1回の取引は少額ですけれども、それがね、積もっていくと大きくなるということで、すごいね心配をされておりました。これもやっぱりね、経理としては当然わかりますし、私も税理士という立場であればですね、そういう税金が余計にかかるっていうことであればですね、やはり、そのインボイス発行している飲食店に食事をしに行ってくださいっていうふうに言うと思うんですけれども、実際、税理士という立場を離れてですね考えると、そこまで考えられるかなっていうところが正直なところですけれども、皆さんどうでしょうか。自分が、消費税をね納めてる納めてないいろいろいらっしゃると思いますけれども、いちいちですね食べに行くお店がインボイス事業者なのかどうかってこれから事前に調べていくと、そういったような手間をねかけていくかどうかというと、私はあまりいないんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね、こういったことに関連してですね、東京商工リサーチという会社がですね、事業者に対してアンケートを行っていて、そのアンケートの調査結果がちょうど8月のね31日にインターネットで公表されておりました。その中でですね、この免税事業者との取引をどうしますかっていうアンケートに対して、回答した人のね、55% ぐらいが、これまで通り行うというふうに回答していると。一方で、免税事業者と取引をしないという人が約 8.3%、取引価格を引き下げるように交渉するというのが約 3% というふうにありまして、一定数がですね、免税事業者と取引しないですとか、取引価格を下げると、そういったような、対応を検討しているというところがですね、このアンケートから伺い知ることができると思います。この点がやはりこのインボイス制度の一つの大きな問題点だと思いますけれども、免税事業者との取引をね、するしない、ここの判断、そして免税事業者側からすると、取引からね、排除されてしまうんじゃないかっていうところ、この点がですね、やっぱりこのインボイス制度でしっかりとね、考えていかなければいけないところだと思っています。私がね、こう接する情報に見ているとで、あくまで私の個人の感想ですけれども、どうもね、こう、免税事業者の方が、まるでこう、悪者のようにですね、
印象操作されているんじゃないかなっていうところもね、ちょっと懸念するところではあるんですけれども、まあ、もちろんこれはあくまで個人の感想なので、そんな印象操作はねしてないよっていう考えもねあると思いますけれども、なんかまるでこう免税事業者の方がそれ益税問題で、まあ、その消費税をね納めないでそれを懐に入れてるんじゃないかっていうようなね、なんかそういったようなニュアンスでねこう感じ伝わってるような感じがしてならないんですけれども、皆さんねどうお考えでしょうか。この消費税がですね、まあ、日本に導入された時にですね、もともとですねこの 小規模零細事業者に対して配慮しなければいけないということで、この免税事業者免税店売上というところをね決めた経緯があります。基準期間のね課税売上高というようなね、まあ、専門用語で呼ばれますけれども、導入当初はですねこの基準期間の売上高判定がですね3000万円だったんですね。消費税が導入された時はこの3000万円が一つの判断基準だったんですけれども、平成16年の4月からですねこの3000万円が1000万円に引き下げられて、まあ、今に至るということでですね、この3000万から1000万円に引き下げたことによってね課税事業者がさらにね多くなって、まあ、今に至るというところなんですよね。もともとこう消費税反対っていう声が多かったのでですね、導入するときに反対っていう声が多かったので、最初はですねこう3000万というボーダーラインを引いて、そんなにね中小零細企業の人には影響はありませんよっていうふうにしていたのが、まあ、いつの間にか1000万円に引き下げられて、そして、まあ、その間ですね消費税率が何回かねこう引き上げられましたけれども、今は今度はインボイスになると、まあ、こういったような変遷となっております。もともとやっぱりこう中小企業、もともとですね小規模零細事業者に配慮して免税事業者を入れたのに、今逆にこのインボイスがですねこの小規模零細事業者にとって逆にこう重荷になっている、インボイスを導入することによって小規模零細事業者にとって負担が増えている、まあそういったようにね映ってしまっているのは私が思うだけでしょうか。皆さんねどうでしょうかね。このね質問にあったように、中小企業の社長さんがですね、まあ、会食で行くときにインボイス事業者かどうかというところをね考慮しながら行かなければいけなくなってしまう世の中になると、まあ、こういったところもですね、果たしてこのインボイスがですねもたらす影響というところ、果たして本当にこのままでいいのかなって思いながら、もちろんね税収の面とかこれまでの消費税の中での問題点を解消するっていうような視点もあると思うんですけれども、やっぱりねこう影響が大きい制度改正だと思っております。もうですね10月1日目前、まあ、このまま導入の流れは止められないと思いますけれども、導入後にですねまたいろいろ混乱、そしてまた制度変更があるかもしれないこのインボイス制度、皆さんがやっぱりこう税金にねより関心を持つ一つのきっかけにもなったんじゃないかなというふうに思っております。私の動画でもですね何回かインボイス私はこう思うというようなところをね動画にしていきますけれども、皆さんのぜひね意見コメントがありましたらコメント欄からメッセージいただければなというふうに思っております。本日は以上となります。本日の動画が面白いためになったと思う方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しく思います。またチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。